こんにちは、ネモです。パワフルサッカーやっていきます。今回はこの週休祭ガチャ SR の大丈夫博士像を引きに行きたいかなと思っております。かなりパワサカに関してはお久しぶりの動画になりましたね。シュートコラボとかもう本当に盛り上がっていて、僕もこの久保のガチャですね行こうかなとすっごい悩んでいるんですが、今日はひとまずこの週休祭のガチャ SR の大丈夫像と、あとは天才の届けがもし早い段階でもらえるんであればもらいたいなと思っております。というわけで、まずこのシュートの無料ガチャからいきましょうか。もう本当にこうシュートのコラボでかなり強い選手をツイッターの方で、まあ、ずっと拝見させていただいていて、いいないいなと。お、これマジか。あー、まあ出ないよね。ちょっとびっくりしてしまった。ちゃんと毎日は引いてるんだけど。お、久しぶりって感じですね。で、この週休祭のガチャはもうおそらく皆さん引かれていることかと思われます。8月1日から始まってるんでね、僕もどうしようどうしようと思っていて、この無課金の石を集めに集めてやはり引いていくことにしました。大丈夫の SR 博士像はねかなり大きいんでね。で、パネル開けるとこの商品のどれかがもらえますという話と、 LINE が揃うと入部届なり、週休祭の選抜イベキャラがもらえますと。で、選抜イベキャラがこんな感じになってます。この中で欲しいって言われたら、アレン、ミスズちゃん、スイーツかな。枕のでもいいけどね、上限解放したいし。結構ねありだと思うんだよな、スペシャルタックと技術ボナスからね。うん、でアレンはまあ言わずと知れた言うのという感じでございます。久しぶりに聞くからなんかいいの欲しいな、いいのが欲しいな、頼もう。ん、これは空っぽい。はーい、まあ、ここじゃないですから、ここじゃないですから。はーい、シュートコラボ、カノリウチ。うん、なんか強そうだね、テーブル。すげえ。すげえな、得の強そう。ちょっと SR 欲しくなる強さだな。天才ミッドフィールダー、KO。僕、シュートに関しては、読んだことないので、わかりませんと。なので、まあ、コメントに関しては控えさせていただきます。からのドーン !3 万チャリン。3万チャリンいらんな。はい、もうちょっと行きましょうか。これ博士像ハマったら本当悲しいな。久保が欲しいね。久保よりでも幻の左が欲しいかな。でも出ないか、 SR 出ないか、そもそも。からの、はーい、渋い。久々の僕のガチャに対してこの渋さ。お、種まき春。正直これで博士出たら全然いいよ。ダイヤー、集球心。ちょっとそろそろください、そろそろほんとください、そろそろ僕の石は突きかけているぞ。これちょっと1枚目2枚目で出る予定だったからあれなんだが、しかしながら SR 確定ですね。ここは2枚以上できたら欲しいですね。来るかな。虹が最高だ。はい、確定の1枚だけですね。ありがとう、ミスズ。うん、結構いいコツしてるよね、やっぱ。
新キャラめっちゃ出る。高坂亮、ドリブラー、トップラー、ごめんなさい、突破力、キープ、爆発力、結構いいことしてんの。うん、テーブルも悪くないっすね。やる気効果か。不思議なテーブルしてたのでも、10、20、30、40。おーい、いやーこれ大丈夫ぞ、出ねえぞ。まあここまで来たらもう引くんですけどね、当然。マジか。あと150個使わなきゃいけないかもしれない。そっかー、下引きたかったな。じゃあツッコむガチャ間違えたかな。いや、SR出ねえな。こんなに出なかったっけ。マジか。確定分以外スカなんだが。おーい、懐かしいね君も。白石、そろそろいいんじゃね。おお、来ましたね、ようやく。天才来い、天才来い、やったー。ということで、SR 大丈夫ぞと天才の入部届をいただくことができました。そして全てのラインがリーチになりました。よし、これでひとまず僕の目標は達成されたわけなんですが、ちょっと詳細見ようか、もう一回。どんな感じなの。あと残っているのが、まあ、金ゲドウとか、レアジョジョのお守り、あとゲドウくん。まあ、ゲドウくんだね。っていうところと、いいんじゃない。じゃあ、これでは引かなくていいですね。ということで、まあ、どうしよっかな。6回目確定ではあるんですよね。週休祭イベキャラがね。いらんかな。でも、それだったらこっち行きたいですもんね、普通に。クボがなんかすごい強そうに見える。僕クボだけは実装された時に、あ、これはちょっと強そうだなっていう感じでずっと見ていて、クボと幻の左、この2人はちょっと破格の性能を持っていそうだなという感じはしてるんですよね。そして加納くんもなんかさっきすっごい強かったけど、特のしかも凍傷だしテクニックだしね。うん、そして松下、知らんけど強そうなんだよな。熱血っぽいねこいつ。僕はサッカーはね、ファンタジスタとかが好きなんですよね。ご存知の方いるかわかんないですけど、ファンタジスタとエリアの騎士ぐらいは見たことがあります。エリアの騎士はほんとこう表面的に知っているぐらいで、ファンタジスタは結構読みましたね。 2週くらいはしたと思う。ファンタジスタコラボしてほしいな。ファンタジスタコラボしたらガチで突っ込むかもしれない。はい、うん、こんなもんかな。ちょっと石を残しておいて、またいいガチャが来た時にね、突っ込んでいきたいなと思っております。で、僕がこうパーサカの動画をお休みしている間に、まあシュートのコラボ来たりとか、あとはスタジアムもこうリニューアルされたみたいですね。僕もちょこちょこっとはやっているんですが、まだビギナーリーグちょっといったぐらいかなっていうイメージです。で、サクセスもこうちょっと他のゲーム忙しくて、あとはもうなんでしょう、僕はやっぱり MFI 信者なので、そこに向けてこうキャラクターが揃ってきたらまたスタートしたいなという思惑もあります。まあでも1回くらいはやっぱね、新高校来たらやりたいなってはあるよね。まあ、掛川はね、このシュートはね、キャラ全くいないんでね、なんかそのあたりが、っていう感じではありますね。幻の左がクソ欲しいな。皆さんはどんな感じでしょうか。ガチャ結果だったり、パーサカの様子を僕の方に教えていただけたら嬉しいです。今回の動画は以上となります。もしよろしければ、皆さんから見て、動画の右下の僕のアイコン、もしくは動画の下の YouTube アイコンからチャンネル登録をお願いできればと思います。
またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。